法教人の詩は、芥川龍之介が1918年に、三田文学史上に発表した小説。安土桃山時代の長崎を舞台に、周囲の誤解と偏見から教会を追放されたキリシタンの生き方を、キリシタン版の甘草本、平家物語で使用されている安土桃山時代の、京阪地方の話し言葉で描いた作品である。キリシと、ホロ少人伝と共に、 芥川の小説におけるジャンル、キリシタンものの傑作とされる。日本テレビ系列、住友生命青春アニメ全集内でアニメ化されている。長崎の教会、サンタ、ルチアに、ローレンゾという美少年がいた。彼は、自身の蘇生を周囲に問われても、故郷はハライソ、払いそ父は、デウスと笑って答えるのみだったが、その信仰の硬さは、 教会の長老も舌を巻くほどだった。ところが彼をめぐって不義密通の噂が立つ。教会に通うカサヤの娘がローレンゾに思いを寄せて色目を使うのみならず彼と恋文を交わしているというのである。長老衆は苦が,が主家にローレンゾを問い詰めるが彼は涙声で身の潔白を訴えるばかりだった。ほどなくカサヤの娘が妊娠し父親や 長老の前で、原の子の父親は、ローレンゾ様と宣言する。皆から愛されていた、ローレンゾも、官員の罪によって、波紋を宣告され、教会を追い出される。身寄りのない彼は、小記同然の姿で、長崎の町をさまようことになったが、その境遇にあっても、他の信者からうんじられようとも、教会へ足を運んで祈るのだった。一方、笠屋の娘は月満ちて、 玉のような女の子を産む。ローレンゾを憎むカサヤの沖縄も、さすがに初孫には顔をほころばせるのだった。そんなある日、長崎の町が大火に見舞われる。カサヤの沖縄と娘は炎の中を辛くも逃げ出すが、一息ついたところで赤子を燃え上がる家に置き去りにしたことに気がつき、反狂乱となる。そこにローレンゾが現れて、炎の中に飛び込む。 この行動に、法教人衆はいよいよローレンゾこそが赤子の父親であったのだと確信する。赤子を救い出したローレンゾだが、自らは燃え崩れてきた針に押し潰され、瀕死の重傷を負ってしまう。カサヤの娘は、バテレンに対し、赤子の真の父親は、ローレンゾではなくリンカの全治世であること、自分の恋心に応えてくれないローレンゾへの恨みから、 嘘をついていたことを、小悲惨する。口々に、マルチリとの声を上げる、宝鏡人衆は、ローレンゾの最後の秘密を目の当たりにする。焼け破れた、ローレンゾの衣の隙間からは、清らかな一体の乳房さが覗いていた。ローレンゾは女であった。芥川は、小説の末尾で、宝鏡人の死のモチーフを、長崎阿蘇海出版の一書、レゲンダ、オーレアゲカンの第二章によると記し、 詳細な書誌情報を記述している。レゲンダ・ーウレアは、西欧の聖人伝として、実際に存在する書き物だが、芥川の言う長崎で出版されたという、レゲンダ・オウレアはあくまでも芥川が創作した、架空の書き物である。しかしこの小説の発表とともに、レゲンダ・オウレアは実在する記礎として、一大センセーションを巻き起こした。ロシア文学の紹介者、 内田ロアンは、アクタ川に対し、レゲンダ、オレアの内見を申し込んだが、アクタ川は、右は全くデタラメの小説にてこうと返答し、ロアンは、驚きのあまり呆然としたと実会している。ロアンによれば、言語学者の新村でも騙されかけて、アクタ川に問い合わせの手紙を書こうとしていたという。ただし、新村自身は、書出紙を読んでおらず新聞報道で、 初めて天末を知ったとして否定している。また、就職家としても知られる地質学者の和田久保村も人を介して、上渡交渉を行ったが、虚構の種元だったと知り憤慨したという。この他、本間久夫は、1918年9月10日付け、時事新報で本作を取り上げ、芥川が、レゲンダ オーレアの内容をそのまま引き写したものと思い込んで、作者独自の解釈なり、相違なりを加えたものを求めたいと批判している。内田ロアンは、騙される人が続出した背景として、当時、イエズス会版、太平記抜きガキや、コンテムツスムンジなどが、相次いで、発見、紹介されていたため、未知のキリシタン文献が、さらに発見されるのではないかという期待が高まっていた。 ことを指摘している。芥川は1925年の風変わりな作品についての中で、法教人の詩を全然自分の想像の作品と断言しているが、その種本については諸説があった。ヒーラギゲン・イチ、石田健・健次上田・アキラ、三好幸キらは、レゲンダー・ウレアの聖マ・リナ伝との相似典に着目し、芥川の蔵書や書簡などの検証を行い、法教人の詩は、 レゲンダアウレアの英語小薬版と、スタイシェンチョ、聖人伝を参照して執筆されたという説が確実と見られるようになった。ただし、聖マリナ伝ではマリナが断層して修道院に入った理由が最初から明らかにされており、結末もマリナが病死するに及んで女性であったことが判明するというものであったのに対し、アクタ川はローレンゾの正体を読者にも結末まで伏せておき、 クライマックスに火事の場面を持ってくるなどの独自性を示している。本作は、初出時と単行本とで若干の移動がある。初出時には、レゲンダ、オウレアは、前2巻で、上官の扉には、ご出世以来1596年、慶長元年3月上旬旅国なり、下巻の扉には、5月中旬旅国なりと記されている、とされていた。だが、 林若木や新村いずるから、慶長改元は10月27日なので、慶長元年3月はありえない日付であることを指摘され、単行本への収録に際して、慶長2年と修正した。だが、ご出世以来1596年は、修正されなかったので、西暦と和暦の年代が合わないことになった。また、ローレンゾも、初出時は、ローランであったが、 新村ムラ・イズルから、ローランもあそこは、ロレンソと言うべきであると指摘されて修正したものである。シンソンは、レゲンダ、オーレアについても、レゼンダ、アウレアと読ませる方がさらに誠らしく見えてよかった、ものをと思うと述べているが、こちらは修正されていない。ありがとうございます。